宮古島最終日のこの日は海での面白そうなアクティビティにお誘いいただいたので急遽参加してきました。しかしこの土砂降りです。後ろの方晴れているように見えるんですが、このビーチの上だけ雨が降っていました。今回の目的地は干潮の時のみ入れるという幻のパンプキンホールと呼ばれる鍾乳洞。この悪天候にも負けずにカヤックに乗って出発です。しばらく進んでいくと岩にぽっかりと小さな穴が開いています。これこそが幻のパンプキンホールへの入り口です。入り口をくぐってすぐ目の前に見えるこの大きな丸い鍾乳石こそがメインのパンプキン鍾乳石と呼ばれるものです。これはですね、実物を見ないと伝わらない大迫力ですね。とっても大きかったです。そしてさらにこのままずんずん奥へと進んでいきます。ちなみにこの足場濡れているのでツルツル滑りそうに見えますが全く滑らないんですね。滑り止めのようにザラザラしています。この鍾乳洞には海の神様が祀られており、もともとはここにお祈りを捧げる沖縄のユタ、他の地域でいうシャーマンですとか祈祷師にあたる方ですね。そういった方しか入れない神聖な場所でした。ツアーに参加すれば誰でも入れるようになった現在でも神聖な場所には変わりないので、入るとき出るときにはきちんと手を合わせてご挨拶、触ってはいけないところ、写真に撮ってはいけないところなどきちんとルールがあります。ちなみに今から大輔さんが入ろうとしているこの池ですが、これは湧き水のみでできた水たまりなのでとっても水が冷たいんですね。この凍えるような水にユタは何時間も浸かってお祈りの前に身を清めたということです。すごい。この鍾乳洞の中は湧き水でできているため全て海水ではなく真水、真夏ですが水はとっても冷たかったです。この映像高さ伝わりますかね。かなり高いところまで登っています。実際ここに立つと結構怖かったです。こんな感じで鍾乳洞探検は終了。いやー、はい、すごかったね。楽しかったっすね。楽しかった、本当に。なかなか新宿では見れないと思う。新宿にはないし、歌舞伎町には絶対ない。ないね。両方新宿だ。両方新宿だよ。ただ俺はちょっと曇ってたから、うん、ちゃんと撮れてるか心配だけど。そうだね、見たかったらね、うん、来た方がいいよ。ですね、うん、写真じゃ伝わらないよ、こんなもの。そういうもんです。サンスタ。さあ、宮古名物の宮古そばを食べたくてですね、ジンク屋さんというそば屋さんに来ております。チャーハンとそば、いくらだと思うんですか、これ。違うんだよね、650円しかしないの。安い。安っ。チャーハンはそばのショーにしたんだけど、ショーのサイズじゃないよね、これ。うん、丸亀うどんの普通のサイズよりでかいぐらい。でかいね。ちなみにこちらは400円。400円、はい、安っ。じゃあいただきましょうか。はい、いただきます。うん、味はシンプルですね。いやー、そば美味しかったね。美味しかったね。うん、で今ね、なんか走ってたら甘いもの食べたいなと思ったらちょっとカフェ見つけちゃって、こんな感じです。オーシャンビューでいい感じ。いや、いいね。いいね。まずここみんな見て、これ、海が、この眺めやばくないですか。絶景。こっちも席あるみたいよ。いいね。看板犬がいるよ。看板犬ワンちゃんもいる。かわいい。あなたなんか色が珍しいね。素敵な柄してるね、あなたね。こんにちは。いいね、これ。いいじゃん、ここ。ブランコまであるよ、見て。こんな
あいやー、あいやー、もうこれはハイジ御用達だな。あ、いい眺めじゃないか、これ見て、もう最高。今回の旅行ね、α7R3 持ってきたんだよね。うん、まあ、なんで R つく方かっていうと、まあ、海とか撮るためと思ったんだけど、うん、まあ、結構ね、毎日雨ばっかりで、そういえばまだ海まともに撮れてないの。そういえばそうだね。どう考えても美味しいよ、これ。最高だ、これ。最高だよ。マンゴーでかっ。大輔さん、これ全財溶け始めてるよ。やばいやばいやばい、俺の全財が。あ、沖縄の全財はね、氷入ってるんですよ。え、あ、そっか。冷たい、沖縄の全財は。そうだね、なんか、うん、もう沖縄に慣れちゃってる。普通と思ってるかもしれんけど、ね、全財は普通あったかいからね。そうだった。じゃあ食べてみます。僕のはですね、自家製のジャムが入った沖縄ぜんざいですね。うん、これ絶対来た方がいい。美味しい、美味しい、さっぱりしてて美味しい。サンマリアマンゴーアイスですね。マンゴーゴロンゴロンに乗ってますね、これ。美味しい。うまい。うん、最高だよね。いい夏だな。いい夏だな。うん、口笛はなぜ口笛はなの口笛はなんで口笛はだとしてもだとしてもさてね、時間的にこれが最後のスポットになるかなと思うんだけど、大輔さん、これはどこですか？サンセットビーチ。サンセット？そう、サンセットって名前のつくところには全部行かないと寿命が縮むっていう呪いにかかってるから。静か。うわすごい、橋が見渡せる。あ、すごい。あ、あっち側がビーチになってるよ。なるほどね。全然人いな。全然人いな、本当に。これは何橋かな。あ、伊良部島の方か。うん、伊良部大橋だと思う。伊良部大橋、これほぼ貸し切り状態みたいな。これは実家に送るですね。はいはい、こんな感じで大輔さんとちゃんまりの夫婦宮古島旅ログが終了です。ずっとゆるい動画でしたが、いかがだったでしょうか。それでは最後に宮古島で撮った写真を流しながらお別れです。また次回もお楽しみに。 See you。Thank you.
残念。